では華やかに幕を開けていただきたいと存じます。三井ショッピングパークららぽーと福岡グランドオープンです。はじめに福岡市長高島総一郎様、ご挨拶よろしくお願いいたします。おはようございます。福岡市長の高島でございます。今朝はまず竹下大工の素晴らしい演奏、そして中分団の皆さんの素晴らしいまといを披露していただきまして、そしてこの何といっても素晴らしい天気のもとでららぽーと福岡がグランドオープンを迎えるということで、心からお祝い申し上げたいと思います。48年間という生活史上のその歴史をどういう形でその跡地を活用していくのか、地域の皆さんとしてはこの場所に例えば防災拠点だとか広場、それから歩道をですね広くしていただきたいとか、こういった思いがありましたし、また福岡市としてもですね、この空港にも駅にも近いというか、この立地を生かしてどういうふうにこの福岡の大事な拠点にしていくのか、そうしたものを事業所の皆さんが素晴らしい形で表現をしていただきました。また昨今、e コマースというですね、いわゆるネット通販というものが盛んになってきた、特に体験型、体を動かしたり、ここに来ないと体験できないさまざまな行動を取らされて、新しい形のショッピングセンターというものを表現をいただいています。また、地域にもですね、この広場を開放していただいたりだとか、それから、先ほどのお話もございました通り、この生活史上の後の記憶を受け継ぐような農業体験が、ね、できたり、それからフードのマルシェがあったり、本当に魅力いっぱいの施設ができたというふうに思っています。また事業者の皆さんにはつい先日にですね、今月の一人一コーナーの企業パートナーになっていただきました。これからこの地域全体としてですね、お花をたくさん、そしてすでにこの竹下駅からこの施設までの間来るルートにもですね、一人一コーナーのカラーを置かせていただきまして、来る間もお花を楽しみながら観察に来ることができるというふうになるわけでございます。やはり何といってもこの施設も機能が素晴らしいことは、これはもう皆さんにお承知と思います。あとはですね、大事な今後も成功していく鍵としては、やはりいかに公共交通施設で、公共交通でここに来ていただくかということが、これは大事な鍵になろうかというふうに思いますので、ぜひ事業者の皆様にもですね、これからもまた改善を重ねていきながら、より公共交通を利用していただけるように誘導していくということが大事な鍵になるのかなというふうに思っています。もうすでに、天神や博多、空港、そういったところから直行で、この施設に来ることができるバスの運行もされるわけでございますし、竹下駅のすぐ近くでありますのでね、ぜひ、公共交通を利用して来ていただければというふうに思います。始まったばかりです。これからますますこの施設が長きにわたって地域の皆様に、そして福岡市だけではなく広く広域の皆様からも愛される施設になることを記念いたしまして、挨拶にさせていただきます。おめでとうございます。ただいまより三井ショッピングパークららぽーと福岡のグランドオープンを記念いたしまして、点火のセレモニーを執り行いたいと存じます。それでは点火を行っていただきます皆様をご紹介させていただきます。お名前を呼ばれましたら、テープの前へお進みいただき、手袋をお受け取りください。福岡市長高島総一郎様、衆議院議員井上貴博様、
長伊藤義人様、長豊富自治協議会会長河辺明様、竹下祭り振興会会長川口博士様、福岡市中央区よりお越しいただきました中野明子様、そしてお花ちゃん、そして主催者より三井不動産商業マネジメント株式会社ララポート福岡オペレーションセンター所長岡田直子、以上の皆様によりますテープカットでございます。続いてハサミをお配りいたします。それではここで写真撮影をいたします。カメラマンの皆様はどうぞ正面へお移りください。またテープカットをしていただきます皆様は恐れ入りますが撮影のためのポーズをお願いいたします。右手でハサミをお持ちいただき、左手はリボンの左側を下から支えるようにお持ちください。よろしいでしょうか。では先に記念用の撮影から行います。正面のカメラご覧ください。それでは他のカメラの方も撮影をお願いいたします。よろしいでしょうか。それではいよいよテープカットに参りたいと存じます。私が合図をいたしますとともにドラムロールが鳴ります。そのドラムロールが鳴り終わりましたらどうぞと申し上げますので、一斉にハサミをお入れください。またご覧いただいています皆様にはテープにハサミが入りましたら拍手を頂戴したいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは華やかに幕を開けていただきたいと存じます。三井ショッピングパークララポート福岡グランドオープンです。このようにフォトセッションとなります。まずはステージに立って右側からお願いいたします。
よろしいでしょうか。続きましてステージ正面側お願いいたします。続いてステージ2番の左側お願いいたします。皆様よろしいでしょうか。